急にだよあれ。まあね、急に結構危ないじゃん。普通だったらギヤーですよ。そうだよ、あんな静かなことないぞ。Always のんち。はい、始まりました。のんち TV、ピースの角度は自分向き、D のんちです。そして、はい、私、どうもの数だけ救いたい、もう一個です。はい。さあ、今回は、はい、恋は続くどこまでも。どこまでも。8話、9話、合作。はい、なんと、なんでしょうね。ねこんなにずっとやってきて、ずっと見てたのに、うん、これね、言ってしまうと、8話が撮影したんだけど、消えちゃったのかな。うれしい。ツアー中だったかな、我々ツアー中だったかな。うん。あんじゃないの、どっか。ねえ、撮ったような気がしてしょうがない。8話の内容ってどんなだったっけ。上条さんが、はい、あの清原京さんがなんか2話に分かれるっていうか、はい、またがってたの、うん、入院して、うん、でなんか暴行を受けただなんだかで、はい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 、まあ佐藤健さん、天童かえり先生を追放するみたいな感じで、はい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 、言ってで最後に、はい、後ろからこんなそれもうそこも言っちゃうのまあいいけど、でもその回が8 そうですよね。その間に何があったっけ。その間にまあその揉めたり、はい、まあ、うんうんうん、そのそうだね、あの男同士の会話とかがあってね。そうなんですよ、七瀬がなんか暴力を受けただかなんで、うんうん、あれでも嘘なんだよね、うん、確かね、うんうんうん、まあでも権力者であるので、うん、そうだ、男同士の会話実際ありましたね、うん、で七瀬ちゃんが、さくら七瀬が出てっちゃうのよね、なんか病院をね、うん、それで病院で話すんですよね、裏庭かなんかでね、うん、あれよかった、うんうん、あそこがこう泣くところだったんだろうが、が、うんうんうん、がっていうとこですけど、なんかね、うん、友達と見てたんだけど、はい、身長差を隠すために身長差を隠すためにっていう人だ、見てた人が一緒に、あー座ってっていうのが、うん、そう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 、それなんかうまいバランスだとか言って、なるほどね、そういう見方をしてる人もいました、なんか、そう、正直佐藤健さんが、うん、そのそんなにっていうのを、うん、私本当最近 D に君は知らなくて、うん、なんか見えますね、185ぐらいで思ってたってことですよ、ね、思ってた、顔ちっちゃいしね、顔がバランスがいいんでしょうね、うんうん、ね、相手の子がね、そうか、モデル系ですもんね、うん、清原さんね、そうですよ、メンズノンノですよ、なるほどね、うん、あとそうそうそう、はい、アンリちゃんってほら最初から、うん、あの大人で女の子いたじゃないですか、はいはいはい、アンリちゃんの大事なオペが、うん、その、うん、天童先生にはかかってて、それもあって、うん、まあ重く考えてっていうことでしたよね、あとはじゃあ、うん、もう一個チャンネルに行くので、うん、次9話の感想いきましょうか、ああそういうこと、89だったら、ああそうか、8話の俺らの最後の電話してる時にキュッてきたのがちょっと怖かった、あーバックハグね、俺何回も見直してどこにいるんだ急にだよあれ、まあね、急にそ結構危ないじゃん、そうそう、普通だったらギヤーですよね本当だよ、あんな静かなことないぞ、はい、うん、そして9話、9話ですね、はい、そうで、まあ、はい、バックハグで見つけました、石野真子さんが出てきた、そうそうですね、はい、お家に行くみたいなね、あれは一緒に見たんだよね、うん、あのさ家族がさ、うん、2人がいい感じの話してるとこをさ、うん、全員見てるみたいな、あれちょっとさあれちょっと怖てるみたいな、あれちょっと俺はね笑えなかったよ、なんかどこから聞いてたんだって、もう話のかなり最初の方でねでもなんか可愛かったけど、あの、俺はこっちで寝る、あ、実はあの後俺はこっちで寝るってなんかさ、撮ってくれたじゃん、ああいうのね、七瀬らしいかなっていう感じはしますよね。いや、あの神明だ、うん、怖かった俺。そうなんですよ。まあでも復職して、うん、結構復活するとかね。ああ、よかったね。まあでもあの時もさ、あの、伊藤さん、あの、面白かった。こう戻ってきて、そのなんか朝礼みたいな、ちょっと無視されるみたいな、うん、なんかちょっとあっちゃった。バンクションね、みんなで冷たいラーメン、嘘を見て、やっとさと、あのね、愛ちゃん、吉沢さんとね、あの、いい感じ。どうで、そう考え、それね、あれ、全然言ってないけど、うん、大変な日だったね、こう、第9話は。そうですよ。もうだって記憶を失って。まあまあ。だよね。そうだよ。で、ベッドに。そうですよ。ねえ、あんなシーン。ねえ。お父さんがなんかそういう子だよ、みたいな、なんか言ってたよね、そう、なんかね、あの、屋台かな。全部かで話して、ね。気失っちゃうじゃないけど、なんか。マラソン大会でね。あ頑張っても苦しか、自分では言わないけど、みたいなね。
あんなあります、そんなこの、まあまあ、あんな雑なのいいんですか。まあじゃあ、はい、後半は私のね、はい、本音はチャンネルで語ろうかなと思います。そうですね、そしていつも僕のチャンネルでは本音を言ってくれないでしょうか。いやそんなことないけどさ、話すことなくなっちゃうから。それでは続きは、はい、ここちゃんです。お待ちしてます。